エンジニアーアーキテクトとは、アーキテクチュアルエンジニアリングを行う建築家、構造技術者のことを指す。そもそもは、村松定次郎が辞書で幕末から明治初期にかけて、ヨーロッパの建築家が来日し活躍する前に、技術者の領分で活躍していた、建築従事者を指して建築家的技術者と紹介している。彼らは、ヨーロッパの建築家ではなくまたそうした教育を受けて、 おらず今日の目で見ても完全にエンジニアであり、自分が持つエンジニアとしてのキャリアで次々と西洋建築を日本に建てていった。プリンストン大学のデビッド・ピー・ビリントン教授が1983年に表したザ・タワーザ・ブジエ a n オ the では、ストラクチュアルアーテストという名を当てている。またこの書によると、 本来エンジニアであるが、構造家として建築物の仕事をも手掛けた、ギュスターブ・エッフェルや、フェリックス・キャンデラ、ピエール・ルイージネ・ネルビなど、ある書物では建築家と紹介されたり、構造の国際会議の講演においては、オブ・アラップは、建築についての講演しかしないことを指摘している。このほか20世紀を代表する。 コンクリート橋や建築構造を多数設計したスイスの構造技術者ロベール・マイヤール、チューリッヒのスイス連邦工科大学教授として多くの技術者を育成したクリスチャン・メンやサンチャゴからトラバラを篠原治は彼ら構造化を紹介したその本のタイトルに土木造形化100年の仕事としてエンジニアアーキテクトの名を出現させている。またこの本では テクニカルアプローチで設計する建築家ノーマン・フォスターやレンゾ・ピアノラもエンジニアアーキテクトとしていて本文中中村義雄に指摘されたことを記している。ありがとうございます。